こんにちは、パワミです。本日はリクエストをいただいたパワー BI でガントチャートを作成する方法について解説します。本日の流れです。はじめにパワー BI でガントチャートを作成する方法をパワー BI 画面で説明します。その後、マイクロソフトプランナーからエクスポートした Excel ファイルをパワー BI で読み込んでガントチャートを作成してみます。最後におまけで、パワーアップスでパワー BI レポートを表示する方法を紹介します。ガントチャートはプロジェクトの進捗管理にとても便利なツールです。パワー BI を使って簡単に作ることができますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルではパワー BI、パワーアップス、パワーオートメイト等パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。まず最初に、パワー BI でガントチャートを作成する方法を紹介します。今回はサンプルデータとして、シンプルな進捗管理データを用意しました。タスク ID、タスク名、期間、開始日、リソース、達成率の列を持っています。ガントチャートの作成方法は、Microsoft 公式のパワー BI チャンネルが参考になりました。英語のチャンネルになりますが、概要欄にもリンクを貼っておくので参考にしてください。ガントチャートは Power BI のデフォルトのビジュアルの中にはありません。デフォルトでないビジュアルを使いたい場合、3点リーダーからその他のビジュアルの取得をクリックして追加します。検索ボックスでガントと入力するとガントチャートが出てきます。一番左上に出てくるガントというビジュアルを選びます。ちなみに青いチェックが入っているのが Power BI 認定を受けているビジュアルになります。このガントのビジュアルは Microsoft 社が発行したビジュアルなので Power BI で一般的によく使われています。追加するをクリックすると Power BI の一番下にビジュアルが表示されますので、これをクリックして使います。ガントチャートに値を入れていきます。タスクにタスク名を入れます。開始日には開始日を入れます。期間には期間を入れます。達成率には達成率。リソースにはリソースを入れます。このようにガントチャートが表示されました。リソース列をリソースから判例に移動してみます。リソースを判例に移すと判例が表示され、リソースごとに色を変えることができます。こんな感じで簡単にガントチャートを作ることができました。次に Microsoft Planner からエクスポートした Excel ファイルを読み込んで、ガントチャートを作成する方法を説明します。Microsoft アカウントを持っている場合、プランナーを使っている組織もあるかもしれません。プランナーではこんな感じで簡単にタスクの期限や進捗状況を管理できます。ただし、グラフやスケジュールは少し見にくいかもしれません。プランナーのデータを Excel にエクスポートしてPower BI に取り込んでみます。エクスポートはスケジュールの右の3点リーダーから、プランを Excel にエクスポートをクリックします。ダウンロードフォルダーに Excel がエクスポートされました。Power BI で Excel を取り込んでいきます。タスクとプラン名のシートがありますが、タスクの方にチェックを入れてデータの変換をクリックします。データ型も良さそうなので、このまま閉じて適用してデータの変換を終わります。プランナーからタスクのデータを取り込んだので、ここからガントチャートを表示していきます。タスクにはタスク名を入れます。親にはパケット名を入れます。開始日には開始日。終了日に期限日を入れます。期限日は最も古い期限日が表示されます。
リソースには担当者を入れてみましょう。判例には進捗状況を入れてみました。プランナーは進捗状況が開始前か進行中か完了済みかの3種類なので、詳細な進捗率までは分からず少し心もとないです。ただ小規模なプロジェクトを管理するならばこれで十分かもしれません。プランナーは簡単にタスクの進捗管理ができるので、まずこれを使ってみるのも良いと思います。ちなみにプランナーから Excel ファイルをエクスポートするのは基本的に手動の操作になりますが、 Power Automate を使うと自動化することもできます。Power Automate でプランナーのエクスポートを自動化する方法はまた別の動画でまとめたいと思います。最後におまけで、 Power Apps で Power BI レポートを表示する方法を紹介します。 Power Apps で Power BI のレポートを表示したいことがあるかもしれません。 Power Apps では Power BI のダッシュボードにピン止めしたレポートを読み込んで表示することができます。そのためまずは Power BI サービスでダッシュボードを作成します。ダッシュボードは発行したレポートの各ビジュアルの右上からビジュアルをピン止めするを選択します。ダッシュボード名を入力してピン止めをクリックすると、ダッシュボードにピン止めがされました。ダッシュボードに移動してみます。このような感じでダッシュボードにレポートをピン止めすることができました。ダッシュボードに発行したレポートの右上の3点リーダーから詳細の編集をクリックします。ここでタイトルとサブタイトルを設定します。私の環境ではこのタイトル、サブタイトルを編集しておかないと、なぜか Power Apps で読み込みができなかったためです。 Power BI サービス側での準備はこれで完了です。 Power Apps の画面で Power BI レポートを表示するには、挿入タブからグラフ、Power BI タイルを選びます。対象のレポートがあるワークスペース、ダッシュボード、タイルを選択します。このように Power Apps で Power BI レポートを表示することができました。ちなみにアプリ画面で Power BI レポートをクリックすると、ダッシュボードで表示した時と同じように元の Power BI レポートに飛びます。簡単な進捗管理をしたい場合、進捗データの入力自体も Power Apps で SharePoint リストに登録しても良いかもしれません。例えばこんなアプリをサンプルで作ってみました。かなりシンプルなアプリで、各タスクをクリックして進捗率を変更することができます。アプリで進捗率を変更したら、SharePoint リストが更新され、自動更新の設定をしていれば Power BI レポートも自動で更新されます。Power Apps はスマホからも使うことができて便利ですし、 Teams のタブにアプリと Power BI レポートが追加できるので、チームで共有することも簡単です。 Excel でデータを管理している場合は、 SharePoint フォルダー等に格納すればレポートの自動更新ができます。 SharePoint フォルダー間のデータ取り込みと自動更新設定の方法は以前の動画を参考にしてください。本日はガントチャートの作成方法を説明しました。ガントチャートはプロジェクト管理にとても便利なツールなので、ぜひ活用していきましょう。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。